はい、こんにちは。ワイズロード式典の野川です。本日はですね、ディスクブレーキのホイールなんですけど、ちょっと工夫するとホイールバランスが取れるんですね。で、このお客さんは峠を下るとき、特に寒いとき、ものすごい振動が、前輪から振動が伝わってきて、すごい怖い思いをする。ご経験者も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うけど、何かが引き金になってバイブレーションが起きて、ちょっとどえらい怖い思いすることあるでしょ、下りで。それでいろいろなことをご本人は確かめやってみたんだけど、なかなか解消できなくて、最後にここに、いらっしゃった状態ですね。で、こちらのホイールはなんだこれ、マビックの カーボンプロ、カーボンプロですね。カーボンプロなんだけど、お客様は、シーラントを入れると非常に良くないことが増長されちゃうんで、シーラントレスで、まあ、コンチネンタルのチューブレスタイヤ、これ入れ、あ、チューブレスタイヤじゃないの、これ、クリンチャーに今されてます。じゃあちょっと何にもしない状態で回してみますね。今これで47キロ。まあ、これで52キロです。何も乗ってないですね。ちょっとスピード、このスピード見て、はい、52。今、53キロになってます。53キロですね。はい、一回引いてください。はい、できたね。はい。で、ここにちょびっとウェイトを。ちょっと待ってね。あれは一度経験するとすごい怖いもんで、こうバイブレーションを収まえようとするとかえってこうそれが増えていって、とっても怖い思いするですよね、峠の下りのバイブレーションね。同じスピードです、53キロと。まあこんな感じで全然まあ、違いますよね。まるっきり違います。さ、それでまあ世の中にはいろんなことをおっしゃいますから、そのちょっと今触れるの、これも最終的にもうちょっと詰めていきます。で、まあ今67キロ、きれいに回ってますね。まだ若干65キロぐらいで少し触れが一瞬出るんで、それはこれから詰めていきますが、大まかにはこんな感じで、先ほど50キロぐらいでめちゃくちゃ触れていたのから比べると、はい、ちょっとスピード、はい、ゆっくり寄ってきて、ここにスピードが表示されますね。67キロ今出ていますけど、はい、こちら引いて、まあブレてない。スピード落としていって、ちょっと今56キロぐらいで若干触れて、これはもうちょっとウエイト足していこうかなと思いますけど、先ほどめちゃくちゃ触れてた54キロ付近ではもう全く問題なくなってますね。はい、これで、お客様がもう一度同じ山、同じ峠に行って下ってみて、果たしてどうなるか、まあ、今結論は出てないわけですけど、これで解消されればご連絡いただくことになってるんで、また ご報告できるんじゃないかなと思います。そんなわけで、下り寒い時、肩がこわばって発生する例の超怖いバイブレーション、一体どうなるか、続きはその日の心だ。はい。